どうも、おなです。私はですね、今アイスランドのケプラビーク国際空港に来ております。ということでですね、楽しいアイスランド の滞在をですね、終わりまして、次はですね、私コペンハーゲン、デンマークのコペンハーゲンにですね、ルフトハンザ、フランクフルト経由でですね、向かう予定でございます。まあ、それでですね、今ですね、13時23分でございまして、フライトがですね、14時55分になります。オンタイムでしょうか。ちょっと中にとりあえず空港入ってみて見てみましょうか。あったかい。LCC もね、飛んでるんですけれども、私はもう今回世界一周航空機やスターライズの縛りがあるので、このルフトハンザで向かいます。午前中にはですね、スカンジナビア航空もですね、飛んでたんですけれども、残念ながらちょっとそれには乗れずということで、はい、ちょっとじゃあチェックインといいますか、タイムテーブルを見てみましょう。こちらですね、乗ってますね。コペンハーゲンのフライトもね、あるんですけど、私はあえて経由ということで、 LH857 便ですね、はい、ということで、まあ、チェックインももうオープンしていると思います。他にもシカゴ、ワシントンとか、結構ね、アイスランド航空ですけれども、アメリカ便にもたくさん飛んでたり している空港でございます。人口はね、40万人なんですけどもね、就航都市はですね、めちゃめちゃ充実しているこのアイスランドでございます。私はですね、今からですね、ドイツ経由でデンマークに行くんですけれども、今回はですね、PCR 検査も抗原検査も受けておりません。おそらくワクチン接種証明書だけでいいと思って、下手したらそれもいらないかもしれない、そんな感じだと思いますんでね、多分大丈夫と思います。これで行けなかったらショックだな。アイスランド航空、ここちょっと乗らないんですか。ここにある就航地限りはすごい ね、アイスランド中心の地図を見れば面白い、また面白い形になりますね、ということで、アメリカともうヨーロッパはもうめちゃめちゃ就航しているアイスランド航空です。ぜひちょっと次回乗ってみたいですね、それ以外でもまるっきりですね、中東とかも行けないですし、でもそれでもすごいね、こちらがルフトハンザ、一つだけカウンターがありますね。他はでもあれならアイスランド航空で USA って書いてますね、EU に行くのと USA に行くのとは違うんでしょうね。フランクフルト、フランクフルト with Lufthansa? OK、yeah. I see. Thank you. Thank you. というので、空港 のスタッフの方はほとんどマスクされてないですね。ということで、アイスランドはもうこんな感じになってます。エコノミーね、もうビジネスのファーストも全部一つしかレーンがなくて、ルフトハンザはね、ここで並んでて、そんなにもう人は並んでないですね、ピークは過ぎてるかもしれないです。ハロー、トゥコペハンゲンビアフランクフルト、あ、イエス、ナンバー2、オッケー、イエス。When you go there, you just show them boarding pass. Okay. Thank you very much. Okay. Can I use a lounge at this airport? You are flying with business class or you just gold member? Business class. Are you? Okay. I will double check. Okay. It's okay. Saga Lounge. That's Iceland. Saga Lounge. Okay. Iceland. Yes. Okay. Thank nice. You. Thank you so much. Thank you very yep. much. Okay. 問題なし。このスーツケース以外こっちで預けてって言われたんで、合ってるかな。不安で仕方ない。ハロー。あ、ウィジェチェックディスバゲージ。Yeah. Okay. Yes. Okay. Okay. Thank you. 航空券こちら2つなります。まあ今回乗り継ぎということで2枚ゲットしました。どちら窓が確保できておりましてビジネスクラスです。まあビジネスクラスといってもヨーロッパのあれです。あれです。偽ビジネス、偽って言ったら怒られるかな、でも食事とかしっかり出るんでね、座席はね、エコノミーと一緒なんですけど、ラウンジもね、アイスランド航空のところは行けるということなんでね、今から早速なんですけども、荷物検査ですね、済ませようと思います。ジョーザジュースってよくアメリカにあるやつですね、おしゃれなジュースのお店で、エアバルティックとかコペンハーゲンまで行くプレイ LCC ですかね。エアバルティックは以前エストニア行くときに乗りましたけど、多分ラトビアのリガまでですよね、そこからも行けるんだな、アイスランドはね、荷物検査も終わりました。免税品コーナー、 お酒ですかね。あ、でも水は良心的な値段ですね、180円とかです。
かり忘れた、アイスサンドのカレー結局ほとんど使わなかったですね。なくてもいけると思いますけど、まあ、でもなきゃなきゃね、なんか唐突になんか必要になった時困りますけど、うん、ほとんど使わなかったです。どっか両替やないと、もうアイスランドを抜けると多分もう交換できないと思うんで、うん、どっかでしておきましょう。あるかな、日本円もだからそのレートあれですね、悪くないですね、うん、まあ無難にユーロにしておきましょうか。デンマークのお金にしておきましょうか。ハロー、あ、プリーズチェンジはデンマーククローネ。Okay, thank you so much. よし、ということで、あまりは、これは、お釣りだ。どうしよう、500。Thank you. Thank you. Thank you. ブルーラグは良かったです。はい、今回、まあ一番良かったね。エアラインラウンジって書いてある、あそこかな。なんとなくだけどプライオリティパスでも入りそうな予感ですけど、どうですか。ちょうど私はルフトハンザも見えてますね。寒そうですね。でも空港の中はめちゃめちゃ快適です。ちょっと時間があるので、もう1時間前切ってるけど、ちょっとラウンジ見つけたんで行きましょう。だいぶ静けさのあるラウンジですね。入れるのかな。でもアライアンスは違うけど、ね、うん、なんか入れるって言ってた、ね、Hello. Scan your boarding pass. Are you not flying out of Keflavik? Ah, okay. This one. Sorry. Yep. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much.今日撮ってあのフランクフルトがコペンハーゲンのやつでスキャンしちゃいました。すごいラウンジ、いいね。豪華なラウンジです、うん、これ多分ね、レストランだと4000円ぐらいしますね、というなんかそんなケチくさいことを言っておりますけど、ではアイスランド航空をですね、眺めながらいただきます。これぐらいの、ね、広さでこの人も少なさ、多分今時間帯が多分少ないんだと思うんですけど、ラウンジっていうとね、もう本当に最近はどこも混んでるんでね、うん、ガヤガヤみたいな感じですけども、これぐらい落ち着きだったらね嬉しいですね、うん、トマトス寒い時とかちょっとね、なんかこう元気なくなったスープがなんかね飲みやすくて、ね、体力が回復する気がするんで、今回の旅助けられてません。ボリビアでも結構スープはねたくさん食べれてたみたいな時がありましたから。デンマーク皆さん行かれたことありますか。僕は北欧はねスウェーデンとねフィンランドはね行ったことあるんですけど、まあ、でもスウェーデンはだいぶ昔なんでね、ですけど、ミートボールだ、お魚、タンパク質、うん、ボーディングタイムはあと15分しかない。クソ忙しいな、ギリギリに来ちゃった。ワクチンパスポートも陰性証明書も不要でした、うん、ヨーロッパ内はもう本当自由に行き来できますね。それで、まあ、今回ね本当はねスカンジナビア航空にですね乗る予定だったんですよね。こっからコペハーゲンまで出てるんで、まあね、単純往復は僕はできるだけ組みたくないっていうのがあって、せっかくならこうぐるぐる回るようなやつで巡りたいとあって、まあ、ちょうどねいいなと思って組んだんですけども、今回、まあ、アメックス経由で
あの世界一周航空券を ANA で、まあ、購入してるんですけども、私の場合ねちょっとねあのコロンビア南米とかでアメックス経由で基本的にもうメールでねあのルート変更のお願いとかしてたんですけども、どうしてもねもう2日後のフライトとかでメールじゃ間に合わないということで ANA に、ね、1回直で変更してもらったんですよね。そしたらねまあそれ自体はできたんですけども、ちょっとこれ以降ね、まあ、あのなんか航空券のなんか性質上あのアメックス経由でのなんか変更っていうのはできないっていうので、今後はちょっとねこの世界一周航空券に関してもう ANA に直に問い合わせてる感じにしてくださいっていうふうに言われて、ね、それでまあ今回まあ ANA に今ですねずっとやり取りしてもらってるって感じなんですけども、まあ、ANA の場合ねあの24時間国際線ならあの航空券手配することができるんで、あのすごいまあ助かってるんですけども、まあ、日本語でもちろんねあの対応もしてくれるんで、ただやっぱりこう、ね、電話でしかできないんで空席が ね あったんですよ、うん、ですけれども、なんか直前にあのお願いしてたやつが空席なくなったみたいなこと言われて、あの結局フランクフルト経由ならありますけどみたいな感じで言われて、うん、今回ですね、まあ、フランクフルト経由になったというわけです。なのでまあね、ネットでねやればね、まあそんなことっていうのはないと思うんですけど、リアルタイムでねやっぱり人がね電話で対応して手配するっていうと、どうしてもねあの航空券の、ね、席の関係上あのなんかそういったことが、ね、あったりするみたいで、ちょっと今回はですね、まあ、あのルフトハンザで来たんですけども、またルフトハンザで一旦戻ってコペンハーゲンに行くっていうルートになっちゃいました、まあ、全然問題はないんですけどもね、ビジネスクラスですし、その、ね、世界一周航空券の枠、今回の場合ルフトハンザ D クラスなのか、それで ANA の場合だと Z クラスで、まあ、わりかしねビジネスクラスの航空券の中でもランクの高い方だと思うんですけど、結構でも座席がねあの世界一周航空券のクラスではもう用意できないですみたいなところ結構あったんで、ちょっとそこだけ直前にこうルート変更とかされる方はちょっと要注意ですね、うん、今回結構、ね、直前ルート変更してね、それでね空席ないですとか結構言われたんで、そこがですねちょっとネックになってたんですけど、今回、まあ、とりあえずは、まあ、ルフトハンザでちょっと行くっていう感じになりました。だからルフトハンザは結局、ね、今回16区間あるんですけど、4区間がルフトハンザですね。ボゴタから、ね、フランクフルト、フランクフルトからレイキャビク、レイキャビクからフランクフルト経由でコペンハーゲンという感じで、まあいろんなねスターアライアンスね、もう16以上の航空会社あるんで、できればね、いろいろ乗りたいところでありますけど、実際ちょっとこんな航空券になっちゃいましたね、うん。まあでも仕方ないです。ということで、ちょっと休憩していきましょうか。ちなみに今回のフライトなんですけれども、まあ、これちょっとね、あさっての日程になるんですけれども、直行便もないアイスランド航空ならありますけれども、アイスランド航空は大手キャリアにはですね、大手アライアンスには加盟しておりませんので、今回乗ることはできません。まあ、個人の世界一周航空券だけでは、多分これは一番便利だと思うんですが、3時間で行けるみたいですね。それをわざわざ今回、これよりもっと遅いフライトです。ですけれども、大体まあね、夜23時とかに到着する。14時55分はねこれ一緒なんですけれども、これよりもっと遅く到着します。今日のやつは2区間で10万円ぐらいのフライトですね、ビジネスだとね、うん、エコノミーだと思ったらもちろん安いと思います。エコノミーだと4万円弱ですね。はい、こんな、あ、これだ、23時25分到着、これでこれですね。だからめちゃめちゃ遅く着きます、うん。いやー、ラウンジめちゃめちゃ良かったです。もう当時始まってますね。ではよろしくお願いします。今回も同じですね、行きと、まあ、エアバス321ネオ。それではたくさんの人ですけれども、ありがたくプライオリティを使わせていただこうかと思います。 Hello there. Hello. This is from Frankfurt to Copenhagen. Ah, okay. Thank you so much. My ということで、航空機また間違ったね、ミスが多いな、スキップできました、ありがたい。マスクしてない人はここでマスクくれますね。さすがに機内ではしてくださいということです。 Hello. Hello. Yep. Thank you. Hello. Welcome aboard.ということで今回 7F、 はい、こちらに行きと一緒ですね、はい、動かせるビジネスクラスです。コスパを究極まで追い詰めて、だからここまでなんですよね。結構お客様もいらっしゃるようですね。毎日は飛んでる便ではないです。週4ぐらいかな。まあアイスランドにいますけれども、フランクフルトに行きまして、コペンハーゲン。
ということで。To be able to take all your hand luggage in the cabin, we're going to have to ask some of you to make sure that you also use the space. Thank you. Und es ist wichtig, dass Laptops abgeschaltet und sicher im Handgepäck verstaut sind zum Start und wieder zur Landung. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf.ということで、ま、帝国通りですね、素晴らしい。翼の雪もですね、どかしまして、お手の物ですね、さすがアイスランドということで、今からもうちょっと暖かいフランカル。お客さん後方にはもう誰もいらっしゃらない状態です。前方のには結構ね、乗ってる方もいらっしゃいますね。真ん中だけが空いてる。これでもビジネスクラスです。今からですね、アイスランドされます。楽しかったです。オーロラを見ることはできなかったんですけど、また来ます。いかにも、ね、アイスランドみたいな感じの空港離れと、そんな大自然がいっぱいですね。あと雪と、何度も言いますけど、今回来ることできてよかったですね。ではもうね、4時間ぐらいのフライトになりますので、ゆっくり過ごしましょう。なんだかんだ言いつつ、横に人がなかったりとか快適です。食事、正直お腹いっぱいだけどまあでももちろんね、いただきますよ。行きのフライトも美味しかったですし、座席はあれですけども、料理はね、すごいもうビジネスクラスって感じです。普通席はね、もう多分水しか出ないと思うんですけど。コークゼロプリーズ。With ice? With ice. Anything else? Do you have a tomato juice? Apple juice? Tomato? Tomato. With red pepper? Tomato, yeah. Thank you. ダブルでいただきました。うまいね、トマトジュース。これは行きと一緒かな。カシューナッツ。じゃあ、コーク。これは緊急に取っておきます。Beef, please. The beef? Yes. Okay, then just give me one second. Okay. 機内食、今、ね、準備中といいますか、配られてますね。Enjoy. Thank you. よし。Tasting Heimat Berlin って書いて、なんかベルリンカレーって書いてるんですけど、ベルリンカレーってなんだろう。ビーフって言ってもなんかちょっと変わったやつですけどね。それで、デザートはなんか石が入ってますけど、なんだろうこれ。ちょっとこれ開けてみましょう。ドイツらしいあれですね、ソーセージですね。それにこれカレーの粉かけてて、美味しそうですね。なんかベルリンに立つ食べた気がするな、カレー味のなんかソーセージみたいな。間違ってたあれですけど。というわけでこんな感じです。いただきます。ひたすらソーセージ入ってて感じですね。いいですね。
感じです。残念ながら Wi-Fi が、ね、ないんで食べること以外やることがないみたいな感じです。なんでまあまあまた食事がねしっかり出てだけありがたいですね。まあねラウンジでも食べましたけど、でもあの美味しくいただけてます。この石をいただきます。気になるコーヒーももらいました。うまい。中はこんな感じ、ちょっとごめんなさい汚くて申し訳ないですけど、中はクリームみたいなの入ってて、あのケーキみたいで美味しいです。なんかシェフのこだわりメニューみたいな感じでしょうかね。なんか ANA とかだとね結構こうやってあの、ね、特別メニューみたいななんか力入れたりしますけど、あの海外とあまり見ないんで、これはなんかこだわりあっていいですね。ということで機内食はめちゃめちゃ美味しかったです。コペンハーゲンの瓶でもね似たような感じで出てくると思うんですよね。まあ、でもせっかくなんでいただきたいですね。まあ、ゆっくりしておきましょう。あと1時間半で到着です。あのトイレやってまいりました。いやーね寝てたりしてたんですけどあんまり寝れずにって感じで、今日はしっかり寝たということもありまして、まあまあまあまったり過ごしております。いいね、ルフトハンザーね、まあ、結構今回乗ってますけども、あのなんか CA さんもいい感じですね。またぜひ日本から乗ってみたいなと思います。では用を済ましてまた座席まで乗ります。なんかもらえた、すごいなんかエルメスみたいな、なんか革のやつ。行きはもらえなかったんですけど、なんでこのタイミングで、わからん。なんかメガネケースに良さそうですね。あ、すごい、靴下というか今更あと1時間ぐらい到着する。まあお土産としてってことですかね。とフレッシュ大事ですね。はい、耳栓、アイマスク、ウルトアンザ嬉しいね。消毒のやつと歯ブラシ、あ歯ブラシ嬉しいな。これメインに使おうかな。すごくなんか良さそうでした。これも入っておりました。なぜかもらえた、ラッキー。次ももらえるのかな。正直ね、あの前回ファーストクラスで世界一周した時ね、あの必ずアメニティもらってたんで、めちゃめちゃね、あのスーツケースがパンパンになったんですけど、今回はね、まあそんななんか長距離戦も乗ってなくて、まあ程よくあの ANA でも終わったし、ルフトハンザーは母語だからフランクフルトはなんかパジャマもらったな。このタイミングでこれはちょっと謎なんですけど、まあ嬉しいです。はい、ありがとうございます。チョコレートというかドイツの街ですね。まあまあ見えてますね。もう真っ暗です。
in Frankfurt, meine Damen und Herren. Bitte lassen Sie Ihren Sitzgurt noch so lange geschlossen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Später öffnen Sie bitte die Schnaufe hier über den Sitzen vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Und schauen Sie ebenfalls in die Sitztaschen nach persönlichen Gegenständen. では、フランクフルトです。なぜかリンゴをもらいました。余ってたからって感じでしょうかね。まあ、捨てるより全然いいですね。ということで、早速かじってる方もいらっしゃいます。結構乗り継ぎの、ね、人もいらっしゃるみたいですけど、残念ながらここには私のコペンハーゲン券は消費されてないですね。お疲れ様でした。ということで、パイロットの方々ありがとうございます。無事に運んでくれて。次はですね、あのコペンハーゲン、こちらの、ね、搭乗券でございまして、 LH832 便ですね。というので結構チェックされてる。ああ、タイ航空はプーケットまで、ね、あったりするんだ。ということで、まあ、様々なヨーロッパの、ね、ところに来ますけども、これですね、コペンハーゲン機でございます。今ですね、時間が19時40分、前8時なんで、だいたい4時間ぐらいありますね。次は A19 から出発ということなので、まあ、こちらのですね、あのウフタンザのラウンジありがたく行こうかと思います。乗り継ぎの時には大変便利ですね、やっぱりね。ホットドッグめっちゃ並んでね。それであれすっかり忘れてたんですけど、あのフランクフルトの空港にあれなんだね、ルフトハンザショップがあるんですよね。そこでね、あのリモアのね、ルフトハンザのロゴ入りスーツケースが買えるということはですね、以前から知ってたんですけど、今思い出しました。それで残念ながらもう今閉まってるみたいですね。買うまではしなくてもね、ちょっと見たかったっていうところあるんですけど、またそれはいずれ来た時ですね。フランクフルトの空港は人が多いですね。2階とかファーストクラス、一部ビジネスクラスでしたっけ、なってるんですよね。ということで今ちょうど着いたみたいです。いや、乗ってみたいな。今回ちょっと乗れなかったのがね、サンパウロからだと行けたんですけど、南米からちょっとねあれなんで、ね、ワクチンパスポート、ドイツはさっき前回必要だったんで日本のやつで行きます。これ入れておくと本当便利だと思います。紙のやつもね、出したりするとボロボロになるんで。Hello. Ah, Pfizer and two dozen. Yeah. Okay. Yep. Let me check, sir. Ah, it's a Japanese passport. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Hello. Okay. Yes. Okay. Thank you.食事ありだな。眠いね、微妙に。それまだホテルに決めてないんだよな、コペンハーゲン。でも大丈夫とは思いますけどね。ちょっと今から泊まるとお探しします。最近は飛行機になんか乗れるかね、ちょっと疑心暗鬼であるんで、あのいつも飛行機乗る直前にですね、ホテル予約するようにしてます、うん、結構ね、前回の旅行でもね、緊急帰国とかで、ね、イギリスとかホテル予約してたんですけども、キャンセルも不可なやつだったんで、うん、おじゃになったやつあるんですよね。それが結構トラウマで、直前にできるだけしてるようにしてます。まあね、ホテルが閉まってるってことは、まあ今幸いにもね、まあコロナと、まあ、冬ということもありましてあまりないので、そんな感じでやってます。ホテルなんですけども、私ね、すごい優柔不断なので、こういったのね、探してたら1時間とかね、平気でかかっちゃうんですけど、もうこれも30分ぐらい探してました。というので、まあいつも最近であれば
booking.com とかでとりあえず探してみてっていう感じなんですけれども、まあ、ヨーロッパは結構 booking.com が強いんで、あのヨーロッパは、ね、あのこちらで検索することが多いんですけれども、やっぱりもう0時とかに着くんで空港ホテルがいいですかね。コンフォートホテルっていうのは空港の、まあ、値段はねやっぱりちょっと夜に泊まるにはもったいないぐらいですけど、まあで物価考えると仕方ないかなって。それでベストウェスタンもねなんかあるみたいなんですけど、ちょっと歩くみたいなんですよね。このちょっと歩くのを頑張ってこれにするか、うん、それとも空港ここは直結みたいなんでここにするか、それかなんかこうまあ系列とか泊まるか非常に迷うところであるんですけど、まあ、こんな感じでちょっと選んでます。なんかラウンジも閉まるのかな、そんな雰囲気。ホテル探したらもうあっという間に時間になりまして、結局しかも予約できてないっていう優柔不断さが出ちゃいました。まあホテル自体は、ね、あるんでね、まあ家なき子になることはないと思いますけども、まあ、お金払えばね。ということで、あのもうねこう搭乗開始時刻になっているということで、なんかゲートがね変わったらしくてメールが来て、何番だっけ、まあ、ラウンジでもちょっと食べようかなと思った。さすがにでも次またねあのフライトぐらいの食事が出たらとても対応しきれない、やめました。では A の15っていうふうに書いてますね。もう自転車乗っていいね、うん、こっちだ。この表記 A の15はさ、こっちだよね、こっちみたいなんだよね、うん、絶対おかしいわね表記。では向かいます。こちらです、コペハンゲン行き、あちらの機材ですね。今回なんですけどね、やっぱりねあのちょっとマリオット系列の目視に泊まりたいと思います。ちょっと今回はあのポイントであの泊まりたいと思います。ということで皆さんありがとうございます。ではちょっとこちら予約します。ちょっと郊外なんでね、もしかしたら失敗かもしれないですけど、まあ、タクシーでも10分ぐらいで行けるんで、そんなに値段もかからず行けると思うんで、もうここにしようかと思います。座席が減った。今回 2A という座席になります。またおしつこいですけどこれです、はい、今回320。フライト時間はもう1時間25分とかそれぐらいですね。すぐ着きますね。フランクフルトの、ね、空港の、 あの、ね、マークなんですけど、イライラアイコンにしか見えないんですよね、うん、決してそういった意味ではないとは思いますけども、うん、なんか、ね、見るたびに気になるなみたいな感じです、はい、もうこんな時間ですかね。僕も寝たいですよね。でもちょっと安全にあのコペンハーゲンまでお願いします。オーディハンターゲットスパイシュッビーフDon't safely into the oil compartment or on your seat and must not block any aisle. The procedures on board. Wir zeigen jetzt, wie Sie das Gurt schließen und öffnen können. Your passengers, your seatbelts are fastened and unfastened like this. Tegoy, Hobo, Tegok. すごいね、ちょっと。
Oh. Yes. For you. Thank you. いただきます。あ、いただきます。はい。1時間のフライトしかないんで、時間勝負って感じですね。すぐに離陸したら、あの食事が来ました。そして CA さんがね、あの男性の方なんですけど、日本語を、ね、お話になられて、あのいただきます。あのというところ入ってくるときはね、日本のパスポートを見るなり、あのこんにちはみたいな感じで言ってくれたんで、あの最初聞き間違いかなと思ったんですけど、いただきますって言っていただいたんで、あの間違いないと思います。ということで、暗くて見づらいかもしれないですけど、こんなすね。サラダとデザート、はい、早速来ました。あ、今回ベルリンじゃなくてミュンヘンですね。あの断っている方もいらっしゃいますね。わあ、私はもちろんいただきます。牛肉のサラダですね。ピクルスとかも入ってます。おいしい。チーズもうまい。あ、これはいいですね。あ、コークゼロプリーズ。アイス？あ、ノーアイスプリーズ。すごい、今回のシエさん、名前も、ちゃんと言っていただいて。Thank you. コーラ。やっぱスターアライアンスの中でもリーダー感がありますよね。これだけ南米とかアフリカに充実させてる航空会社はなかなかないと思うんで、スターアライアンス世界一で必ず1回は乗ると思いますね。この路線を使ってきたら乗り付けが多そうですね。まあ、ね、直行便だと、ね、安い、ね、LCC とかも、ね、あったり、ね、あのすると思いますし、めちゃめちゃ美味しいです。ちょうどいい感じ、バラが空いてたんで美味しい。これなんかさっき食べたやつ似てるような気がする。前に出てたもん。あの夜の食事も1時間ぐらいですけどしっかり出してくれましたね。これはありがたいですね。お腹の心配がいらなさそうです、コペンハーゲンで。2ついただきました。眠気覚ましコーヒーを。Auch die Handgepäck soll zum jetzigen Zeitpunkt wieder sichtbar staut sein. Achte bitte hier, dass diese keine Gang- oder Notausgang blockieren. Vielleicht sind auch viele Laptops auf diese müssen. 食事食べたらすぐ着陸ですね。伊丹羽田の JAL のファーストクラスほど忙しくはないですけれど、あのあれはね見ててこっちもそわそわするんですけど、結構忙しそうではありましたね。まあこれでもしっかりね、あのいいサービスを受けることができたかなって思います。半分ぐらいの人はもう食べてないですね。はい、それでは間もなくしたらコペンハーゲン到着です。もうみんな家に早く帰りたいって感じですね。私も疲れました、さすがに。今こっちの時間で、お疲れ様です。
Thank you. Thank you. ありがとうございました。あ、ちょっとやっぱ寒いですね。ただ雪は降ってないですね。アイスランドとやっぱ比べるともうこの時期は降らないんだ。いやでも寒いわ。マフラーが欲しいです。はい。それでね、デンマークはね、あのね、コロナ終わったみたいな、なんかそんな話を聞いたような聞いてないような感じですけど、マスクはしてねっていうふうになってますね。ここら辺のなんかね、あのゴミ箱はちょっと北欧っぽいというか、なんかリボトルと缶って感じですね。まあなんかこうリサイクルとかね、なんかそういったのを意識してる感じがしてデンマークに来たなって感じします。ただ私デンマーク初めて来たんで、デンマークはどんなところかっていうのは分かってないんですけど。まあ、それは明日以降って感じですね。なんだ、あの飛行機はどこのやつ。もう店をやっとらます。このセルフスターバックスなんですね。カードで決済。おすごいな、ね、ほぼ自動だね。自動販売機あったんでね、まあ、コーラね、調べますね。1クローネ、デンマークは EU でありますけれども、あの独自の通貨がありまして、クローネというので、11クローネあたり17円ということで、コーラが大体400円ぐらいしますね、空港で。まあ、空港価格であるとは思いますけど、やっぱり物価の高いところに来ましたね。すごいラーメンがある。空港にでもラーメン屋があるのはいいけど、せっかくだからデンマーク料理とかね、あのの方がいいんじゃないの。食べようかなと。やばい、私はよく使う言葉ですね。ジャパニーズエッグ、どら焼きかなあれ。みんなホットドッグ好きですね。ヨーロッパの人、アイスランドも、ね、あのドイツも、このデンマークもホットドッグを売ってるので、ね、入国に関してはですね、もう審査もありませんので、うん、私はもうずっとだからドイツ、コロンビアが来た時からもうパスポート、うん、あの入国審査っていうのはないんですけど、うん、だから荷物を受け取る、ね、果たしてアイスランドがちゃんと来てるかな。この時間はバルシャーリスト、なんかヨーロッパの便、うんね、もうこれぐらいしか取ってないですね。早い、もう流れた。セブンイレブンがありますね。コペンハーゲンに到着いたしました。むちゃくちゃスムーズに来ることができましたね。ということでですね、まあ、これからね、もうそのまま市内の、まあ、モクシーに予約したんで行こうかと思いますけど、まあ、タクシーかな、ちょっと空港ホテルにすればよかったな、眠たいわもう。まあでもね、ホテル取っちゃったんで行こうかと思いますけども、通貨はクローネ、こちらのアイスランドで交換してもらったやつですね、ありますけど、まあ、ほとんどでもキャッシュレスだと思うんで、ね、なくても大丈夫かなというふうなとこ思ったりするんですけど、まあ、一応持っておきます。モクシーは車で10分、うん、になります。電車でもね、で公共交通機関使えば、ね、行けるみたいなんですけど、47分とかで。ちょっとまあここはもうタクシー選びますということで、タクシーはめっちゃ並んでるな、うん、すぐ乗れると思ったけどね、うん、残念ながらウーバーはねありませんので、はい、普通にもう使おうかと思います。多分クレジットカード払いもいけると思うんで、行きましょう。
私が予約しようとしてたあのコンフォートインはそこですね。今の数自体はねめちゃめちゃ早いんでね、そんなまた左右とかもう5分ぐらいで乗れそうですけど、もうみんなでもタクシー乗んだね。お、テスラタクシーある。すごいね、北欧、アイスランドもそうだったけど。お、またテスラが来た。ロゴがないけど。なんかあるの？タクシー会社で何パーセントは電気自動車しないといけない。これも電気自動車ね、キアのやつ。キアもあるんだ。あ、Can I pay クレジットカード？あ、OK、Thank you。Hello。Thank you。Hello。Would you go to a hotel Moxie？ Hotel Moxie。Yes。Thank you。Thank you. Yep. 無事到着いたしました。Yes. あ、ここはテスラタクシーだな。ちょっとこすってるけど。じゃあもう帰りましょうか。だいたい4000円ぐらいで、特にあの嫌な顔されることもなく、はい。あのやっぱ高いですね。でもね、ちょっと10分ちょっと走ったぐらいですからね。あ、もう日本のモクシーと作りそっくりですね。Hi. Yep. Check in, please. Yes, sir. Yep. I see. Okay. That's all. Thank you. Okay. Thank you so much. Yeah. Yeah. Thank you. Sorry. 無事チェックインできました。クレジットカードいつもね登録は必要ですけど、ここはいらなかったですね。そんなことあるかな。まあいいや。サクッと終わった。よっしゃ。タクシーチョイスしたら間違ってなかったと思う。お、広いね。モクシーは日本だと新梅田、私の元大阪の家の近く、あと本町、錦糸町、3つか、あとそうだ、2条、京都にもできたんで4つかな、まあ、マリオット系ではまだお手頃、若干割高感はあるかもしれんけど、それでまああのレイトチェックアウトとか特典とか、ね、受けることができるんで、結構海外ではね、パリでもお世話になりましたけど役に立つと思います。ワンオペでやって結構大変そうだった、バーとかも含めてね。430、そのモクシーの場合はバーとね、あのチェックインの受付の人が一緒という感じで、夜でも結構来てる人いましたね。じゃあこのまま行っちゃいましょう。430、いいとかないと思う。最上階に一応アサインしてくれました。もう素晴らしい、それだけで。ということで、まああのね、すごいシンプルでありますけれども、大阪のとこよりはちょっと広いかな。ニューヨークでも泊まりましたけど、ニューヨークの目視はめちゃめちゃタイムズスクエアのところ狭かったですね。もうベッドしかないみたいな感じでしたけども、ここはまだあの広いですね。目視はそんなには大きくないです。ということで逆から見るとこんな感じ。まあね、清潔感があるので、まあね、これだけでも本当に十分ということで、まあ、帳簿はちょっと明日見ていただきたいんですけど、とりあえずは何もなさそうだな。まあいやな、でもな、ちょっと、まあいいや。明日考えよう、それは。うん、バスタブはありませんが、はい、こんな感じで、もう一切あのねアメニティはないという状況です。さすが北欧ね、多分環境とか考えてということだと思いますけど、ね、うん、まあ今日はねあのアイスランドからやってきたので。で直行便であればね3時間ぐらいでねピッて来れたのに、
今ルフトアンザ、まあ、あのフランクフルト経由してという感じで手違いといいますか、ちょっとうまく、ね、航空券が手配できずにっていう感じだったんですけども、まあまあとりあえずあの来ることができてよかったなというふうに思います。あのスケジュールも結構帰国まで、まあね、言っちゃえば決まってて、うん、あのあんまりこっからじゃ行けないのであればこの国行こうかなみたいな、そういったのができなかったんで、とりあえずコペンハーゲンに、ね、あの予定通り来ることができてよかったなというふうに思います。ではちょっと休んで、もう今日はすぐに寝ましょう。お疲れ様でした。今日はねもう寝ようかと思います。一応ねここは一泊だけの予定でして、コペンハーゲンに関してはですね3日間あのしかちょっと滞在しないんですよね、うん。まあ、それでねあのちょっとねどうしてもね泊まりたいホテルがですね実は明日ありまして、そこはねあのバッチリもう事前に予約してたんですけども、まあ、今日ねあの夜着くっていうので、まあ、それはちょっとどこでもいいやっていう感じで、まあ、どこでもいいやで目視なんで申し訳ないんですけども、ここをですね、まあ、選ばさせていただいて予約してるというので、ちょっと明日それについてはねちょっとお話ししようかと思いますんで、まあ、どんなホテルか楽しみにしておいてください。ではもう今日はねゆっくり寝ようかと思います。いやアイスランドから、まあ、コペンハーゲン、まあ、ビュンビュンね国があの変わるので、私もちょっとねあのなかなか追いついてないんですけれども、ね、あの通貨とかそういったところをね、まあ、言葉は基本的にはまあ皆さんねここら辺の人たちはもう英語ね巧みに喋られるんで、とりあえずはまあ英語でっていう感じで、もちろんね、まあ、現地のちょっとね言葉をありがとうぐらいはね言えた方がいいと思うんですけど、枕2つ、ね、いいですね。では皆さんおやすみなさいませ。ほっ、おはようございます。ちょっとカーテン開けたらすごい日差しで、まあ、ちょっと昨日ね結局2時ぐらいに、ね、寝て、すごい眠たいんですけど、今朝の9時ぐらいで、うん、あの寝足りないって感じなんですけども、あの朝食がね確か10時までとか言ってたような気がするんで、あの今からですねあの食べに行きたいと思います。はい、では準備します。お腹は少し減ってる、眠いけど、あれ結構人いらっしゃいます。Hello, hello. Breakfast. Yes, may I have a yes? Thank you so much. Yep. Just a little bit. Okay. Have a nice day. がこんな感じでめちゃめちゃシンプルでちょっとびっくりしたんですけれども、大阪日本の目視のなんかラーメンとかってなんか充実してるかなってイメージですけどね、うん、まあでもねあるだけありがたいということで、プラチナだとあの無料でいただけるということでした。今回アメリカ、セントマーチン、パナマ、ボリビア、コロンビア、ドイツ、アイスランドでデンマークと8カ国目ですね。ということで、まあヨーロッパはねすぐ簡単に国境を越えれるんで、やっぱりビュンビュン飛んでますね。まあ今日はゆっくりしようかなって思ってて、ただ予定は決まってるんで、またちょっとお部屋にもあったら
いろいろお話したいと思います。とりあえずはゆっくりいただきます。二度寝するかも。はい、それではすいません、二度寝します。いや、レイトチェックアウト最高ですね。12時をレイトチェックアウト早すぎます。ちょっと、ね、寝てたんですけれども、ここで一旦動画をですね、終わらそうかと思っております。ということで、次以降はですね、まあ、このデンマークコペンハーゲンをですね、見ていく予定でございますけれども、結構ね、このコペンハーゲンといいますか、北欧に関してはですね、ユニークなね、ホテルがたくさんあるんですよね。私もね、いずれはなんか泊まってみたい。もともとなんかこう、例えば刑務所だったりとか、あとはなんかこう船の中で泊まれるとかね、なんかちょっと変わったね、ホテルがあってね、私もね、泊まってみたいと思ってたんですけど、今回ね、ここのね、コペンハーゲンではですね、今夜なんですけれども、クレーン、あるじゃないですか。あそこにですね、泊まれるですね、ホテルがね、あると。いうことですね。ちょっと今回ですね、そこを予約、できましたんで、ちょっとここそこにですね、滞在する予定でございます。ということで、次回はですね、クレーンホテル滞在期になってると思うんですけれども、楽しみにしていただければと思います。私もね、非常に不安でですね、一泊ね、結構いい値段。というか、まあ、クレーンではあるんですけれども、すごいラグジュアリーホテルになってて、一泊ね、10万円ぐらいするんですけども、はい、ちょっとね、皆さんに普段ですね、見ていただいているということもありまして、まあ、そういったですね、まあ、面白いホテルにも泊まってみようかなと思いまして、ちょっと私自身も気になっているというところもあるんでね、ぶっ込んでみるという形でございます。ね、一旦ここで動画をですね、終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。私のですね、まあビジネスクラスの世界一周航空券の旅はですね、引き続き、残り6区間はね、もう半分は切っちゃってるんですけれども、ぜひ引き続きですね、楽しみにしていただければと思います。ということで、ここで終わらせていただきます。それでは。